せっかく来たけんね、続編でね第2弾をね欲張って撮ってみようと思いますね。これすごいね、これがね、これね多分皆さんが欲しがってるねイサドラ、すごい数、すごい数ですよ。バーっとめちゃくちゃあるな、すげえな、ね、これからさらにね良くなりそうな感じですよね、これ、もっとね色が深まりそうですね。あー、それもっとねどうしてもいいなって思うのがね、やっぱオレンジモンローやな。見てください、これ粉吹きとこの紅葉の度合いね、こういったのは好きやな、どうしても好みがね偏ってしまいますけどね、こんな感じですよ。他にもねいろいろあるけどな、これはキリアキリアって言うからね、あとこういろいろありますけどね、あーこれとかいいな、これとかいいね。あーまたやっぱチャールストンがやっぱ好きなやつ、好きなやつがもう一定やな、ねえ、もう自分の場合はもう好みがね固定ですよね。まあ、他にもね意外な感じでこういう虹の玉があったりね、うん、これはあれこれなったかな、これなったかな、どう忘れした。こういう感じでね、あ火祭りとかもあるしね、いろいろありますよこういうのね、はい、他にもねちょっといいなって思ったのをそれぞれ撮っていこうと思ってますけどね、ちょっと移動します。はい、移動しましたけどね、あこんな初めて見たな、ビバーチュね、こういうの好きですね、ね、ヘイミーとかね、トビー、エルサとかね、あこれなんかこれあれやな、福島のフェスの内緒会って言ったな、ジェイドスターの C タイプってやつかな、ね、キングスウェイとかね、いろいろあるね、シャルルローズとかな、こんなんか、ね、あこれがロンヒルね、あとこれゴマゴマあるな、ゴマゴマいろいろなのがあるな、いろいろありますよ、すごいでしょ、すごい数よ、ね、ちょっと移動しますかね。あアメトロム、アメトロムっていうのか、ね、ここら辺がミナっていうかな、ミナっていうかな、あミナっていうやつかな、はい、こういったのがあります。プロリフェラノとメキシコプルデンシスとかね、ヒューミリスアモエナとかね、オムファロス、あカシオペアはねこの間ね、自分が あのカレンダーセット入ってたやつやね、スノーエリア、ね、いろいろありますね、いろいろね、これはああシャンペンのでけえやつやな、シャンペンのでけえやつ、これがエゲリアね、他もいろいろありますね、ああすげえな、ロメオルビン、ロメオルビン、これなんだろう、スーパーブームハイブリッドとかね、おーマーガレットニシキちゃうやな、こんなんですよね、ああスチール、これもなんか紹介するやったな、スチールね、ねセンセーションね、いろいろあるね、ああベラドン、ベラドンですね、あとはこれはああグラムピンクね、グラムピンク、こんなんです。なかなか自分もね、
ないよね、覚えきれんけどな。これはあれやな、これはピンクルルビーやね、育てやすい苗ですね、あー、いろいろね、ホワイトパールね、あ、トレビ、これパスパ、パパが勧めよったな、これね、葉の形がね、こう特徴的ですよね、これ惜しいですね、これね、あ、パープルエボニーとかね、ブラッドリー、お、お、あ、ルブラがある、ね、ルブラね、通年赤い多肉やけんね、赤い多肉が好きな人にはおすすめやな、ね、エリザベスとかね、あ、マルバーメストローね、もうあんまりもう出てこないって話だったけどね、おお、マカベアナニシキやな、わー、アルケインの色が蛍光色ですごいね、色がね、こんな感じやな、あとは何かあるかな、あとはな、ね、ちょっと違うゾーンに移動しますかね、違うゾーンに、はい、ちょっとね移動してきました、違う列ね、これはスチールっていうね、こういうやつなのね、うわ、しかしね、すごい、すごい数、ね、やっぱりね、鳥が扱ってる量がね、圧倒的でしょうからね、まあ、他の多肉屋さんもね、いろいろあるやろうかけど、ちょっとやっぱりリエールさんの数っていうのがね、やっぱ凄まじいですね、この数がね、あ、またこうやったね、トレビ、トレビね、で、これが、あ、ジョイスターロック錦だってね、錦も最近ね、いろんな錦が出てきてますからね、おー、ブルーサプライズ、でけえな、でけえね、あ、これいいな、これいいね、トカタね、トカタっていいな、ここらはね、しばらく養生してその後またね出荷っていうことになるんでしょうけどね、これな、 マドレッシュっていうかな、マドレッシュっていうかな、こういうのね、もうちょっとね、全部撮影してたらね、とてもじゃないけど、すごい時間かかりますね、これはね。ペーニャ、ペーニャね。あ、アメージンググレス、アメージンググレスいいな、ほんとね。いいね。やっぱこうやって見てみるとね、普段自分がね、欲しくないようなやつもね、ここでこう見つけてね、またこう趣味のあれが広がるちゃうね、そういったとこあるでしょうね、バロックとかね、あ、これはこれはシャチっていうかあれだけど、マンディ、マンディのあれな、マンディの石化でしょうね、これね、はい、ね、あとまあこういう感じでありますね、一旦止めようかな、一旦止めましょう、マリア様って言われるね、いいマリアの方やけど、このね、アガボイですよ、こんな感じでね、たまにね、混同して買われる方がいるんやけど、アガボ系やからこういう感じですよね、だから見た感じもあれも全くちょっと違いますよね、で、ブラッドリーね、あ、ウンスロー、コンロ、赤いのに目が行きます、赤いのにね、あ、スターマーク、スターマーク、こんな感じやな、あ、ルグラもまた
チョグラフね。これが、あ、まあ、さっきのマリアやな。うん、アガボイデスマリアの絵ね。ね、これがプミラハイブリッドやな。スーパーブームハイブリッドだった。ね、こういうやつですね。ああ、エゲリア。ね、エゲリア、こんな。あ、それとさっきね、アガボイデスマリアがあったけど、これがイーマリアね。ね、マリア様とか言われてるのはこっちの方ですね。うん、あ、エゲリアも数が揃うとすごいね。あ、綺麗やな、こんな感じでね。すごいな、幅広いね、あれがね、種類がね。あら、お、これ変わっちゃうな。これ変わってますね、これね。うん、なんかな、札がないけんね、わかりませんけどね。はいはい、まあこんなところかな、こんなところですかね。これがヨーロッパブルーサプライズ、さっき撮ったっけな、ね、シルエットね、うん、はい、ではね、こんな感じでね、スタッフさんもね、3人しかいないんで、ゆっくりね、ゆっくりいろいろ撮らせてもらいました。はい、それではね、今日の動画はこういったとこですかね。はい、それではチャンネル登録とかね、いいねボタンを押していただけると、投稿の励みになります。よろしくお願いしたいと思います。はい、それではまた。